メトロポリタン線。メトロポリタン線は、ロンドンの金融街、シティに位置するアルドゲートからを結び、3つの支線が、本線の途中駅から、へと伸びるロンドン地下鉄の路線。地下鉄路線図及びシンボルマークなどでは混ぜんた、赤紫で示される。この路線は1863年1月10日に、開業した、世界初の地下鉄を起源とするが、この時の開業区間、 パディントン、ビショップスロード駅、ファリンドンストリート駅は現在ハマースミス指定、線、ディストリクト線、サークル線の一部として運行されている。開業時の区間は大部分が地下で、ベーカーストリートの先、クインチリーロードからは地上を走る。34駅中9駅が地下にあり、2008年現在、東路線は、ロンドン地下鉄で9番目に利用客が多い路線である。 ウェンブリーパーク駅とムーアパーク駅の間は複々線となっており、外側線を優等列車が走る。一部の列車はベーカーストリート駅異性の運転である。メトロポリタン線はロンドン地下鉄では最高速度が最も速い路線である。1990年代後半から2000年代初頭にかけてハーローイコールオンイコールザイコールヒルの北では、 時速百十三キロメートル運転が行われていたが、二千八年現在では時速八十キロメートルが最高となっている。フィンチリーロードから北の最高速度は徐々に時速八十キロメートルに落とされたものの、同区間で同じ線路を走るナショナルレールの車両時速九十七キロメートルで運転されている。メトロポリタン線はグレーターロンドンの外に路線を伸ばしており、他に グレーターロンドンの外側に路線があるのはセントラル線だけである。メトロポリタン線は1853年にメトロポリタン鉄道の前身であるノースメトロポリタン鉄道とメトロポリタンマイナスディストリクト鉄道がインナーサークルと呼ばれる環状線を完成させる目に共同したことに源を発する。1860年に改作工法で工事が始まりパディントン ファーリンドンストリートが1863年に開通した。1930年代にかけて路線長は90マイルに達するまで延伸され、大半の区間が1905年以降電化された。1933年にメトロポリタン鉄道はロンドン旅客輸送委員会に買収され、ロンドン地下鉄メトロポリタン線となった。メトロポリタン線は徐々に合理化され、 アイルズベリー方面が1936年に廃止、同年ホワイトチャペルからバーキンまでの区間がディストリクト線と統合された。1939年、スタンモア市線がベーカールー線に編入。1948年には他の地下鉄各線ともども国有化された。蒸気機関車牽引列車はリクマンズワースより北で1961年まで残り、 事業用蒸気機関車が廃止されたのは1972年である。大規模な近代化が1960年に行われ、アマーシャム、チェシャムまで電化された一方、チェシャムから先は蒸気機関車列車と共に1961年に廃止されている。ハーローイコールオンイコールザイコールヒルからノースウッドまでの区間は1961年、ムーアパークの北、 コーレウッドジャンクションまでは1962年に複々線化された。複々線化に先立ち、アイルズベリーからの各駅停車と巡回速は、モトグレートセントラル本線の行列車と線路を共用した。1988年には、ハマースミスシティ線とイーストロンドン線が、メトロポリタン線から分離され、メトロポリタン線は、通称、メトロランドと呼ばれる。 ロンドン北西部とベーカーストリート行で1868年にメトロポリタン鉄道が建設したトンネルを通ってアルドゲートを結ぶ路線となりディストリクト線と交わらない唯一の路線となったイーストロンドン線はロンドンオーバーグラウンドへの転換工事のために1007年に休止されるまで直通旅客列車はないもののメトロポリタン線と共通の車両を使用した イーストロンドン線とメトロポリタン線の連絡線はオールドゲートイーストに残っているが、イーストロンドン線は独自の車両を持つことになるため、撤去されるものと思われる。1998年、メトロポリタン線は第3セクター運営に変わり、2008年現在では、サークル、ハマースミスシティ、ディストリクトの各線が同じメトロネット協会により運営されている。 メトロポリタン線は世界初の地下鉄であり、世界中の地下鉄に大きな影響を与えた。パリ地下鉄はメトロの名をメトロポリタン線から取っているなど、メトロポリタン線は現在各国で使われている地下鉄の略称であるメトロの語源となっている。2012年9月26日までにそれまで使用されていた。 A 型電車から S 型電車への置き換えが完了した。メトロポリタン専用 S 型電車は冷房装置が搭載された8両編成で、ボンバルディアトランスポーテーションの地下鉄用車両、モビアシリーズに属する。メトロポリタン線は、近く間のトンネル断面が、同時期に、新型車を導入したビクトリア線より広く、トンネル内に排熱することが可能な上、路線の大半が地上を走るため、 ビクトリア専用2009系電車が冷房非装備となった一方で冷房を装備することができた。S 型電車には回生ブレーキも装備されエネルギー消費を約2 0低減させている。S 型電車は A 型電車より加速度が高く設定されている一方、最高速度は若干低くなっている。立ち席定員を597人から697人に増加させ、 車椅子スペースを設けたため座席定員は448人から306人に少している。将来的には消費電力増加への対応と車両性能向上のため電源電圧を 630V から 750V に昇圧することが計画されている。車内に掲示されている路線図はロンドン地下鉄のサイトからダウンロードできる。東から 西の順で示す。セント・ジョンズ・ウッド区間。アマーシャムから先の区間。バーニー・ジャンクション支線。ブリルト・ラムウェイ。メトロポリタン線には他のロンドン地下鉄の路線にはない郊外。電車的雰囲気が漂う。以下に主な特徴を示す。メトロポリタン線ではロンドン地下鉄で唯一有等列車が運転されている。ピカデリー線もハマース・ミスターナム、グリーン。 アクトンタウン間で通過する駅があるが、これらの駅には、ディストリクト線が停車し、ピカデリー線のすべての列車が通過する。同区間を並行して走る複数の路線の停車駅が違う。例としては他に、メトロポリタン線とジュビリー線のフィンチーロード、ウェンブリーパーク間がある。アマーシャム行き快速列車は、ベーカーストリート、フィンチリーロード、ハーローイコールオニイコールザイコールヒルトムーアパークから、 先の各駅に停車す。ラッシュ時に運転されるアトフォード行き準快速は、ハーローイコールオンイコールザイコールヒルまで快速と、同一、ハーローイコールオンイコールザイコールヒルから、先の各駅に停車する。2009年5月現在の日中の運行形態は、以下の通り、ロンドン地下鉄は、アマーシャム行きを、毎時日,日本に削減し、 チェシャムからロンドンへの列車を毎時2本運転することを計画している。ラッシュ時には運転本数が増え、アルドゲートからチェシャムを含む各方面に列車が運転され、各終点駅に各種別の列車が乗り入れる。早朝、深夜にはリクマンズワースワートフォード間の列車ももは、パーク分岐点の三角線を通って運転される。ロンドン交通局と地元自治体は、 ワットフォードの手前から線路を分岐させ、廃止されたクロックスレーグリーン支線後にワットフォード、ジャンクションまでの路線を建設することを計画していい。2005年にはこの路線は2010年までの開業が予想されたが、資金難により延期されている。現在のワットフォード駅は、市街中心から外れたところにあるため、この計画が実現した場合は、ワットフォード駅は廃止され、 アスコットロードとワットフォードウェストに中間駅が設けられる。2008年5月にロンドン交通局はラッシュ時を除くチェシャム、アマーシャム方面のダイヤ改正の計画を発表した。2008年5月時点では朝夕各2本の列車がベーカーストリートからチェシャムに自家運転されているに過ぎないが、この計画によると2006年以降チェシャム駅の乗降客が増加していること、 アマーシャムには、チルターンレールウェイズの列車も、毎時2本乗り入れているため、アマーシャム行きを毎時4本から毎時2本に削減。チェシャムへ、終日毎時2本がロンドンから直通することになる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。